はめ手は、以後、将棋などのゲームにおいて用いられるトリック戦法のこと。一見隙のある手を打ち、相手がそれに引っかかって欲張った手で対応すると、大きな損害を与える罠のような手段である。多くの場合は、相手に正しく対応されると、はめ手を仕掛けた方が大損害を受けることになる。なお、まさしく対応されても互角に近い別れになる手も、存在するが、これをはめ手と呼ぶかは、 見解が分かれる。正しく受けられれば、損害を受けるハメ手をハメ手と知りつつ着手することは、勝負手などやむを得ないケースを除けば、好ましいこととは評価されないことが通例である。高め、定石におけるハメ手の一例。黒1にかけ、白2と、コスミ出した時には通常 A などにコスむのが定石だが、ここで3と引っ掛けるのがハメ手。隙だらけなので白1。 3と出て5と切ると、6に突っ込まれて告げず、下の3子が切れて、大損害を受けることになる。白5では A の方に切るのが正しい対応で、黒が B に次いだら C に伸び切って、黒1子を取り込むことができる。取り込んだ形は断点が多く白有利とされる。奇襲戦法も参照。将棋では、成功法ではなく、対象が少し気づきにくい、トリックや、 トリックメーター刺し手のことをはめてというが、相手が対応できない場合に有利となるが正しく、対応をなされると一転して不利になることになる。はめて例の代表格ははや、石田や、鬼殺し、四四歩パックマン、特にタイブリッシャ投用のウキウキ飛車などが知られる。この他横歩取り四五角先鋒、横歩を取った時に、四一玉とよるはめて満載の四一玉先鋒、あい、 係か,かりでの先手の二四の飛車を三五歩同歩三、六角から二五歩で飯取る、二歩、二枚を近み手の五五歩止めや、腰掛け銀なども知られる。筋違い角先方も一種のはめ手とされる場合もあるが、同線形ではさらに相筋違い角からの七七銀、返しなどもある。有名な手として、初手七六歩に対する五手七四歩がある。これに対し五五角と飛車取りに出ると、 以下34歩82角なり同銀88銀と、飛車角交換になった時に9、95角の大手が防ぎづらい。77銀は同角右聖同,同桂同角なりの2枚、変え4、48玉、68比は88角なりで銀がタダであるため、こうなると、パックマン戦法のように86比、6飛または77比と飛車を打って受けるしかない。コンピュータ相手の将棋では、年に、東京、 将棋会館で最終戦が行われた将棋のプロ騎士とコンピューターソフトによる5対5の団体戦である電王戦の第5局で発掘力が21手でソフトアウェイクに勝利しこの勝利で対戦成績3対2と人間が勝ち越したがこの時コンピューター独特の弱点をついたに発覚打たせと呼ばれるハメてが研究されておりこの騎士に誘導して 対局開始から1時間も経たずに終局したことがある。先手がこのソフト相手に有力視された手を指し、アウェーク開発者のリオ良一が投了を宣言。コンピュータ将棋がこの一手により、第二図のようになる予想がなされる。手順は、第一図から165219角なり39、金で成り込んだ馬が動けない。以下ご8金69飛38金17。 K で、馬がただで召し取られていく。その間後手から反撃等がなく局面が進められるとされ、こうなると後手は自分の駒を無条件で死なせてしまうことにつながり、この形になるとタイアウェイク戦では、ほぼ9割戦手が勝てるとされていた。コンピュータ将棋協会も劣勢がはっきりするまで、 長手数がかかる局面に誘導する策については、コンピュータが見破りにくいことが以前から知られていたとしているが、本対局前この戦法をアマチュアが、コンピュータ相手に使って勝利していた。第3図から第4図は、ソフトのエイプリーの例で、自陣左側に駒を集中させると、コンピュータが錯覚し、右側に角交換した角を打ち込んでくることがあり、以下に八角から四九銀で、 第四図のように召し取られてしまう。この他に、第五図の三八角と打たせる順や、第六図の五八角と打たせる順も知られる。前者は一八角で、五手の角が積む。以下一四歩同歩同行も一七歩。後者は二七や三八、一六角で、五手の角が積む。ありがとうございます。